じゃあこれはなんだっけ、ポスカの方ですね。水性のポスカ。落ちないと思うんですけどね。はい、よいしょ。はい、おはようさん、一人親父です。はい、皆さんいかがですか、お元気でしょうか。毎日本当にご苦労様です。といったところで、今日なんですけど、今日はね、車なんですよ。車のホワイトレターですね。タイヤにこう自分で DIY でペンでこう文字を白く塗るというやつなんですけど、それをねやった場合、タイヤクリーナーって言われるやつですね。シューッとスプレーでこう泡が出てきたりなんかして、あれを使った場合落ちちゃうのっていうのを実際にやってみる動画です。去年の多分ね年末、近くですね、冬タイヤに履き替えるタイミングだったので、あ違う、そのもっと前かだから、でも多分11月ぐらいですね。ホワイトレターに使えるペンを12本集めてきて、いろんなやつをね、で、まあ、全部使ってみてどれが一番いいんだろうなんていうのを撮らせていただいたり、その後2ヶ月間実際にそのままね車走ってみて、じゃあ結局どれがいいんだろうなんていうのをやらせていただいてるんですけど、その2本の動画のどちらかにコメント欄だったと思うんですよね。多分もしかしたらツイッターとかインスタとかでいただいてるかもしれないんですけど、タイヤクリーナーで落ちませんかっていうご質問をいただいて、あ、いやそういえば、まあどうなんだろうっていうことですよ。私ね使わないので、普段そのタイヤクリーナーっていうのをほぼ使っ、まあ若い頃ね使ってた時期もあるんですけど、そのホワイトレターを自分でやるようになってからは、一回も多分使ってないですね。一回も使ってないので分かんないんですよ。だからまあじゃあやってみようじゃないかと、まあいうことです。はい。でそのね動画、ホワイトレターの動画はまだ見てない方、概要欄で見れるようにしておきますので、ぜひまあ後でもいいんでね見ていただけたらなと思います。ということで、早速外行ってねやってみましょう。ド定番のノータッチで。じゃあこれはなんだっけ、ポスカの方ですね。水性のポスカ。落ちないと思うんですけどね。ちょっとたっぷりめにかけましょうかね、これね。油性の極上ペイントマーカー。これ何分待ち？20秒から30秒後。ポスカも大丈夫そうですけどね、今んとこね。はい、見た目では今こっちポスカですけど、落ちてる様子はないですよね。今のところちょっと後で擦ってみますけど、これポスカです。でこっち油性の極上ペイントマーカーもまあ落ちてる様子はないですね。もうね多分1分2分近く経ってるんで、ちょっと何かで擦ってみましょうかね。ちょっとポスカ擦ってみましょうか。あ、ちょっと落ちるね、ほら。擦ると落ちる。だから逆に落としたい時にいいかもしれないですよ、これ。だからポスカの人は
やらない方がいいか、タイヤクリーナーね、やらない方がいいか、やっても触らないか、多分乾けば大丈夫なんじゃないかな。あ、結構よく落ちるな。落としたい人はおすすめですね。これね、一ついい発見。落ちる、擦ると落ちます。じゃああっちね、油性、この辺で差が出てくるのかな、油性と。じゃあこれが極上ペイントマーカーの方です。おお、強いな、さすがに油性。あ、でもやっぱりちょっと落ちるね、擦ると落ちるんだ。でもフォスカほどは落ちないけど、やっぱりちょっと色が、ちょっと落ちるね、落ちる、多少落ちる、擦ると落ちる。でもやっぱり触らなければ落ちないんで、その辺はうまく使い分ければというか、どうしてもタイヤクリーナーやりたければ触らない、触らなければ多分大丈夫じゃないかなって感じですね。ボスカで、タイヤクリーナーをやって、そうですね、1分ぐらい、まだ乾いてない段階でこう何かウエストとかで擦るとこうやって落ちる。で、触ってないところはこうやって落ちてないので、どうしてもタイヤクリーナーやる場合は触らないってことですね。で、乾けば多分大丈夫じゃないかな。乾いて落ちちゃったらまた後でお知らせします。まだ見てわかるように表面ツルツルというか濡れてるんで、まだ。で、こっちが油性のペイン、極上ペイントマーカーね。この辺が擦ったところでやっぱり多少は落ちる。でも油性はやっぱさすがにあんまりそんなには落ちないですね。ただまだこれもやっぱりまだ濡れてるので、乾いてないので、乾けば多分大丈夫だと思いますけどね。はい、という感じでした。タイヤを履き替えて1時間ぐらいかな、さっきから経ってますけど、まあ変わってないですね。時間が経ったから落ちたというようなことはなさそうです。右がボスカで、左が、極上ペイントマーカーで、もうね、まだね乾いてないんですよ。なんかずっと油っぽいですねこれで。今はさっきより全然落ちないですね。強くこすると落ちる、ちょっと落ちるな、まだ。けど掘ってある方、触ってない方は全然落ちてないので、多分触んなければ大丈夫じゃないかな、両方ともと思います。はい、いかがだったでしょうか。まだね編集当然やってないので、どういう形でお届けできているかまだわからないので何とも言えないんですけど、まあ結果としてはこんな感じですと。はい、まあポスカも極上ペイントマーカーもシューッと、タイヤクリーナー、まあ今回ねノータッチですけど、やっただけでは落ちませんと。
その代わりやってすぐね、こすっちゃうと取れちゃうよっていう結果でしたね。なのでこうやる方はやった後触らない、乾くまで、まあもうなるべく触らない方がいいんじゃないかなと思いますね、という使い方をした方がいいのかなというのが結果ですね。で、あとね、最後に1個ね、私のさっきのスタッドレスの場合、文字の周りに縁があって立ち上がってるんですよ。こういう状態ですね、断面が。ここが文字でここが立ち上がってるので、汚れがね、上からこう垂れてきた時に、垂れてこう使ってこうバーッと汚れが下に流れていく時にここに溜まるわけですよね、この立ち上がってるところに。なのでこれがね、汚れがその液体に入ってるじゃないですか。だから黄色いんですよ。さっき最後撮影したので取れてればここにね出しますけど、ちょっとね、あ、これだったらやんない方がいいかなっていうのがあったんで、こういう形状の場合やめた方がいいかもしれないっていうのが最後に1個ありますというのが、まあ結果ですね。はい、ということで、はい、すごいね、微妙な、全然大丈夫だよ、これおすすめだよっていうような感じにはならなかったので、なんかねこうモヤモヤはするんですけど、使う場合は上手にといったところで、はい、今日はこれで終わりです。はい、いかがだったでしょうか。少しでも面白かったよとかね、あ、そっかそっか、 OK 分かったみたいな、ね、なんでもいいんですけど、ちょっとね、何か一個あったらぜひ高評価グッドボタンよろしくお願いいたします。それからこれからもね見ていただきたいので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、今5000人、もうすぐでもないか、まだちょっとかかんのかな、目指しているのでぜひお願いします。はい、それから、Twitter と Instagram ですね、動画では言ってないようなことを Twitter では言ったりとか、あとね、 Twitter はね、私が夜ね、何本か前にダイエットの動画とか出させてもらってるんですけど、それからね、体組成計に私が乗ると全部自動的にツイートされるので、私の体重、体脂肪、なんとか年齢どうのこうのっていうね、もう私が丸裸にされた状態のツイートしてるので、まあそういうのもね見ていただいたりとか面白いと思うので、ぜひ、フォローしてください。インスタはね、私ね、シングルファーザーで、どうにか今日はこんな料理作りましたじゃないですけどね、そんな写真を載せさせていただいたりとかしてるので、まあフォローしていただけて、まあ楽しんでもらえるかなと思うので、ぜひフォローしてください。待ってます。ということで、はい、今日はこれでおしまい。はい、今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ポスカでもうまくやればちゃんと使えそうですね。なので、まあこれからじゃあ書こう、書きたいなっていう場合は、クリーナー使った後だとまず書けないので、そのクリーナーを使う前に書いてからクリーナーを使うということで